大分青年市範学校は1944年に設立された青年市範学校である。1923年設立の大分県立実業補修学校教員養成所を期限とする。1944年に大分県立青年学校教員養成所設立の国への移管により大分青年市範学校となり第二次世界大戦後の学生改革で 新生大分大学学芸学部の前身の一つとなった。同窓会は大分大学教育福祉科学部同窓会と称し、旧姓新生合同の会である。井上34前身の大分県立青年学校教員養成所から引き継いだ、大野郡大野町あざ、田中の大分県立大野中学校跡で発足した。 第二次世界大戦後の1947年、中津市、各の元神戸聖光八面寮へ移転した。中津高知は、後進の大分大学学芸学部に継承され、中津文教場となった。1951年3月、学芸学部中津文教場は、旧成青年師範学校と共に廃止された。AB、大分県教育百年市。 第2巻通史編247ページから248ページ及び大分県立王の高等学校の歴史による大分大学50年史によれば1948年移転大分県教育100年史、第2巻通史編825ページ大分大学50年史502ページ年表ありがとうございます